こんにちは、キリン3214です。ツイッターのアカウント名はオーガイです。パイプタバコの動画をこれまで多数投稿しているものなんですが、最近ですね、YouTube の方で他のタバコの動画とかないかということでちょっといろいろ見るようになったんですが、この前もですね、タバコについての正しい知識ということで動画をね出したんですけれども、まあほとんどの YouTuber さんがネタでやってるわけですよ。ネタでね、吸ってない人がタバコ吸ってむせてみたり、吸ってる人が禁煙してみたり、タバコの実験動画やってみたりというような形でね、あまりにもバカ臭いやり方をとっているので、怒りではないですが、より正しい方法でタバコの実験動画をしようと思います。でよく見るのは口に加えさせるような感じでペットボトルとかに加えさせて火をつけて、でまあペコペコポンプなり水なりで中に煙を吸わせて汚れ具合を見るというやつですね。まあ実際それを私も同じようにやってみようと思うんですが、まずその前に我々の体の構造がどうなっているかというところを知るところからしなければいけません。でざっと調べました。まあ、こういう時ネットって役に立つんだよね。いろんな情報載ってて、で正しいかどうかっていうところも含めていろいろ見れるからね。まずですね、ざっと訳ですけれども、我々の肺胞、要は肺胞っていうのは肺の中ね、まあ、2つある肺で、で肺胞の中でガス交換、すなわち、CO2 と O2、 酸素と二酸化炭素の交換するわけです。でその肺胞からもしくは気管支とかも全部含めて皮膚からニコチンが吸収されるわけですね。まあタールがね。で、その肺胞の面積がだいたい約70平方メートルだそうです。で、我々がだいたいいつもこう普通に話してる時とか、まあ何もしてない時とかの、呼気、吸気、要はいわゆる呼吸してる量ですね。だいたいこれは 500ml だそうです。約 0.5 リットル。多いって思うかもしれませんが、これあくまでガスでの量ですので、空気量ですので、なんだろうな、サランラップじゃなくてアイラップだっけ、商品名、ビニールの袋、普通に呼吸してると結構膨らんだりへこんだりするっていうので大体なんかわかるかと思います。でさらに言うと、呼吸した場合に入る 500ml のうち 150ml は気管支に残ります。すなわち肺までいかないんですよ。途中で残る分がだいたい150で、 350ml がだいたいガス交換に使われる空気量になると。で、さらにですね、予備呼気量や予備吸気量っていうものがあって、まあここら辺はちょっと省きますが、ざっくり言うと、大体ですね、予備、残気量っていうものは、思いっきり息をふーって入った状態で、残ってる、肺に入ってるガスの量、空気の量は 1500ml。で、予備呼気量、普通に呼吸した後にさらにふーって吐ける量っていうのは、大体成人男性なのかな、成人で大体 1000ml、1リットルくらい。なので 1500ml と 1000ml 合わせて最低でも 2500ml は我々の肺の中にガスが入っていると。ガスっていうのは空気ね、気体がね、入っているということになります。大雑把に計算してね。で実際これ呼吸した時、吐いた後の状態なので、呼吸してる中間の部分ではもうちょっと多いはず、250くらいプラスされるから、だいたい2750くらい、体がでかい人だと3リットル弱くらいが、どうやら我々の肺に入ってる普段のガス、空気の量らしいです。で、それでですね、で、ざっくりと計算しました。で、まあ、大体 2500ml、まあ、最低でもね、体の細い人でもそれくらいはどうやら入っているよう、体のですね、普通の人でもそれくらいが入っているようなので、ざっくり計算したら、まあ、割る5だとすると 500ml のペットボトル1本分と。で、実際70平方メートルあるうち、量が半分にしたら、本来だったら、
面積とかは2畳3畳とまた別なんですけども、今回は単純に要は灰を5等分に切ってるだけで状態と同じなので、そのまま単純に5で割ります。70平方メートル、面積をね、灰方の。すると14です。で、14平方メートルが大体あればいいということになります。で、それで、大体ね、コットンの量に換算しました。コットンの量に。そしたら大体、ありがたいことにね、どれくらいで、どれくらいの、面積グラム数になるのかっていうのを論文から引っ張ってきてくれた人がいまして、ただちょっとね、これに関してはちょっと難しいんだよね。ふわふわの綿の表面積を測れって言ってもどうやって測るのってなっちゃうので なかなか難しいところです。まあいろいろ方法はあるんでしょうけども、表面積ですからね、体積じゃないんですよ、表面積です。だから、ちょっとこれは難しいと分かんないですが、まあ、それによると、大体 1g で0.78平米だそうです。0.78平方メートル。なので、大体割り算すると、16、7、8g ぐらい、まあ、ざっくりとですが、16、7、8g ぐらい、ざっくりとですね、のコットンを詰めれば、500ミリペットボトルに詰めれば、大体5分の1の灰と同じような状態になると。ただし、500ミリリットルのペットボトルに、まあ、大体3、40くらい余裕ありますけれども、その分にギュッとコットンを押さえつけられるかって多分押さえつけられないので、実際にはより、小さい灰と言ったらいいのかな、より小さい灰、体積、面積ともに、まあ、実際コットンも重なる部分が多くなっちゃいますので、体積、面積ともにより小さい灰ということになります。じゃあ、500ミリリットルのペットボトルに、17、8枚くらいの、あ、17、8枚、8グラムくらいの、コットンの量詰め込んだらどうなのっていうと、こんな感じです。こんな感じです。で、これが多分もっとふわふわなんだよね、体の中。だから、どんだけ肺胞の面積がでかいかっていうことが多分皆さん、これ一目瞭然です。下の方にだけこう溜めてこう水ダーッと出して上の方だけでみたいな動画あったりしますが、まああれがまず嘘だっていうことがまず皆さんすぐ分かったと思います。で、これから実際火をつけて、これに沿わせていってみるんですが、まあ一つ問題というか、としてね、タバコの量なんですよ。考えてください。灰が大体これ5分の1以下です。じゃあタバコはあったら5分の1以下にすべきだよね。ということで、だいたい5分の1くらいの、ピースがこれです。だいたいこれが1服分の、タバコ1本分に相当すると思ってください。これしかないのと思うかもしれない。これしかないです。さらに言うと、実はこれよりもっとちっちゃいんですよ。もっとちっちゃい。なぜかというと、これ、全体の5分の1の長さがこれなんですよ。ということは、考えてください。指で持つ部分ってあるじゃないですか。で、そして、フィルターついてるタバコについても、だいたいピース1本目と同じくらいの長さかと思うんですけど、タバコの部分は。あれだとしても、まあ根元まで完全に吸い切る人って多分少ないんじゃないかと思ってます。で、実際ピースとかも、両輸入タバコなので、根元まで吸ったら手が火傷するので持てません。まあまず物理的に無理。なので、これでも大きい方なんです。とだけ言っておきます。で、それと同じくらいの大きさ、まあ若干でかいんだけどね。だからこっちの方がより、実際この条件っていうのはより悪い条件ということですね。で、これに火をつけて、下にですね、空気穴が開いておりまして、ペコペコ動かして沿わせてみたいと思います。多分いろいろ突っ込みどころはあるかと思いますが、突っ込みどころある人は突っ込むと同時に、ぜひやってみてください。というか、やってほしい。むしろ、その訂正版を。ついてるかな。あれ、完全にはついてねえ。で、ちょっと穴開いてんじゃねえかとか、ちょっと隙間開いてんじゃねえかという人が多分いるかと思いますが、むしろそれが正しい。なぜかというと、タバコを吸い込んだ後、
排気扇する人は空気と一緒に吸い込む人が多いと思います。口の中に煙溜めた後にさらにってやってね。で、ってことは空気も一緒に吸い込んでるわけですね、ある程度。なので、若干空気穴がちょっと穴が開いてるくらいが、むしろ実験条件としては好ましいと言いますか、正しいと言いますか、そういったことになりますね。めんどくさいのでパッパと終わらせるっていう。もしかしたら今回動画編集が必要になるかな。初めて。できるだけコットンに染みるように上の方まで綿を詰めるようにはしてるんですが、ちょっとここだけ空間空いちゃってるのがね、ちょっと閉まったなと思ってるところです、正直。で、実際考えてほしいんですけども、吸った後にとかって肺の中で10秒間我慢してからふーっと吐くっていうことは多分みんなしてないと思います。吸ったら多分すぐ吐く人の方が多いんじゃないですかね、おそらくタバコを吸う人に関しては。なんで、吸ったらすぐ吐くということでやってます。ちょっとペースが早いな、もうちょっとゆっくりだよね。なんで今このやってる状態としては、一回タバコを吸って吐いた後、一呼吸も置かずに間髪入れて吸ってる状態です。まあ、そんな人どんだけいいんだよと私は思うんですが、一に分かります？間髪入れずにっていうのは、一服した後お茶飲んだり談笑したり何もせずにそのまま吸った場合ですね。ちょっとかな。この暇な時間をね、なんとかしたいね。本当は多分動画カットとかでみんなつなぐんだろうけど、俺はめんどくさいのでカットしないので、ちゃんとやってますよと。大体5分の1くらい分になったかな。よし。じゃあここで一回ハサミで、ハサミがあれ？ハサミ、ハサミ、あった。タバコを切り落として一旦終わりにしてですね、これで1本ですよ、皆さん。1本分に相当します、これで。ですぐにキャップで塞ぐと。終了です。 そのくらいなの？と思った人多分多いと思います。そのくらいなんです。これくらいしかないんですから、そもそも。これくらいしかないんですからね。で、一本をね、って、半間裕次郎みたいに全部一本丸っと吸って丸っと吐くっていう人はいないと思います。で、それで今回みたいにちょっとペコペコやって、っていうのと同じような状態を作り出してみました。はい。で、皆さんもう大体お分かりですね。結果的には。どうなってるのか。一応煙をなじませるというか、全体にあれするために一応振ってみたりはしますが、まあ実際これより表面積が多くかつ体積がちっちゃいので、よりちっちゃい範囲ですからね。5分の1よりも多分ちっちゃい範囲になってます。どれ？よいしょ。
これが一番上にあった綿ですね。若干黄色くなってますね。見えるかな？若干。あとは真っ白なままです。ただし、これね、なんだ、黄色くなるじゃんっていう人いるかもしれませんが、確かに黄色くなってます。が、これ、こんだけのコットンにもし分散して煙がついたらどうなりますかっていうことなんですよ。結局のところ、一面積あたりの量がもう格段に増えるわけですね。ここにある。だからもう果てしなく白に近い状態になる。実際にこっから見ても、ほんと表面だけで、ほぐすと、わかります？皆さん、これ、黄色いんですよ、若干。見えるかな？見えるかなっていうレベルで薄いんですよ、本当に。見えます？この辺黄色いんです、実は。見える？ こんなレベルです。で、その黄色さが、これ全体にまんべんなくなったらどうなるのっていうことです。ほぼ真っ白だよね。ほぼ、ゼロに近い状態にしかならないということです。で、しかもこれ、せかせか吸った場合です。それでこの程度にしかなりません。かといって、私はだから喫煙が危なくないということを言ってるわけじゃなくて、かといって、若干汚れがついたように、汚れは少しつくんですよ。肺や気管支とかにダメージが来る。少しね。で、こればっかりは、しょうがない。しょうがないっていうか間違いない。で、ざっくりと言うと、例えば、毎日喫煙したり、ある程度量を吸ってると、当然、蓄積ダメージが増えてくるわけですね。で、蓄積ダメージが増えてきて、どっかで悪くなる。というふうなことは起こり得ると。ただ、1本、2本、5本、10本吸ったところでは、せいぜいそこまでの影響は出ないというのが実際の、今回の実験でよく分かったかなと思います。だから、ブリンクマン指数ということが、言葉があって、年数かける本数が500を超えると、COPD、慢性閉塞性肺疾患。これは、タバコによって基本的に起こされる病気で、要は肺が溶けてくるんですね。肺機能が落ちてくる。要はこれは蓄積ダメージです、肺の話が。年取ってから来るっていうことですからね。要はそんだけ20年間、25年間か、1箱25年間の蓄積ダメージがかかると大体なりやすいっていうことですね。それ考えると、10本吸う人が、50年ということになりますので、1日2日で1箱っていう人は50年くらい経った時に蓄積ダメージの、影響が出てくるということですね。そういうことです。だから1回あたりのダメージを極めて少ない。タバコに関しては。ただ、累積ダメージが重なるということですね。というのが実際のところです。ということで今日は、正しいというか、実際に実験するとどんなもんかということでやってみたんですけども、世の中で言われていることが北斎ということがよく分かったと思います。はい。では今日はこんなところで動画を終わりにしたいと思います。ではまた。